お伺いいたします。NHK の中といいます。今日は憲法集会ご参加されて、まあ、集まった皆さんにアピールされましたけれども、今のちょっと受け止め手応えでさせてください。非常に熱い、運動のうねりを感じます。去年もリアルな集会ですけど、去年よりだいぶ多いんじゃないですか。非常に反応も強かったです。期待感がある集会の成功したと思います。実際にその国会では、まあ、特に衆議院中心に憲法審査の議論を進められていますけれども、まあ、今日こういった集会を含めてですね、審査としてはどういう期待、どういうことになりますか。憲法審査会の、動きについては私たちは憲法審そのものを動かす団体の方は結構強みでました。私一言申し上げたいのは、憲法を変える議論をする前に憲法を守れということを言いたいです。今度 の敵基地攻撃能力保有と大軍拡にしてもですね、私も論戦に立ちましたけれども、憲法9条との整合性説明できないわけですよ。これまでの政府答弁との整合性説明つかないわけです。一切憲法との整合性の説明もできないまま憲法違反を白昼堂々とやってる。それやりながらね、憲法を変える議論をやるっていうのはこれ本当に許されるものではない。まず憲法を守りなさいということを言いたいと思います。自民党ですとか一部の野党の中では、特に緊急事態条項の創設や議員任期の延長などについて憲法改正をして進めるべきだとの意見があるんですが、この辺りはこれいろいろと、まあ、いろんな項目を並べてくるわけですね。緊急事態条項、それから人数の問題等々で、それ自体の問題というのは問題として追及していきたいと思いますけども、結局ですね、憲法議論の方向に乗せてしまおうと一旦乗ったらですね、自民党多数持ってるわけです。維新も含めれば絶対多数持ってるで、多数決定ですね。本丸は9条を変えるってことですよ。これ9条の改定というのは自民党の憲法4項目を冒頭に書いてあるのは9条を改変して自衛隊を明記するということですよね。そうなりますとね、これまで9条の制約としてかかってきた海外派兵はできないで、あるいは、国連軍についても武力行使を民軍国連軍には参加できない。今でもこの歯止めはかかってますよね。でかなりもう憲法9条違反する安保法制、あるいは今回の、敵地攻撃能力やられてますけど、なお9条というのは、権力を縛ってね、平和の規範として力を発揮してる、それを壊すところがね、ですから、そこをしっかり狙いを我々としては見てね、この条例に乗らないと、で憲法審自体をやる必要ないというところで頑張る必要があると。論憲の立場の立憲から代表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 吉村さんの演説の中で改憲反対という立場を表明され、立憲主義を守るんだということも言われて、やはりこれは大事な発言だと思って聞きました。そして私たちとしてはですね、岸田政権のやってる大臣会をストップするということを考えてたので、もちろんその中に加えてね、改憲に反対するということもぜひしてきてくれればと思います。どんどん何がしての形で固まりになっていくという感触はあるんですか。実際こうやって並んでるわけですから、やはり今の状況は大軍拡にしても国政の法案にしても全部与党連合でやってるわけです。自民、公明、維新、与党連合でやったんですね。与党連合に対してそれに対抗する本当の野党の立場に立つ勢力がですね、しっかり結束することが重要で、その形がですね、今日こういう形で現れたということも大変大事な一歩だと思います。どうですか、よろしいか。
はい、どうもありがとうございます。